チャック今回はね、Google サマーチャレンジなんですよ。では今日1日で、どんだけ楽しめるかちょっとね見せていきたいなと思います。はい、本日何をするのかというと日帰り弾丸沖縄満喫チャレンジでございます。今時間がねもうちょっとで6時だな。今からね約30分後の飛行機でもビュンでございますよ。で本日は1日ですね楽しんできます。あっつー、さあ急ぐぞ、島が待ってる。那覇空港から泊まり港までの行き方。那覇空港駅から11分後に出発するユイレール首里行きにご乗車ください。10時出発だから、タクシーだなこれ、まずいな。レッツゴー。あったー、これだ、フェリーザマミ。さあではね行きましょう。暑い暑い、お願いします。はい、どうも、はい、なんだろうあれ、胴体の長いクジラかな。上陸、さあ着きました。なんかねいろいろ行きたいとこなんだけども、はい、お腹がね空きました。というわけで早速ねもう検索ですよ、検索。なんかねあの奥の方になんかもずくそばのお店があるみたいなんだけど、知ってるこれ、もずくそばって何んだろうね。これもずくそばの画像、もずくの画像です。なんだこりゃ、見つけたよ、もずくヌードル、そのままですね。どうもー、こんにちは。はい、ではねいただきます。うまっ、あお腹いっぱい。早速動いていきたいなと思います。はい、もう無事にですね、手続きも終えたんで早速ねちょっと行きましょうかね。何よこの透明度、これ見てくださいよ、これすごくないこれ。なんかね運がいいとね亀さんもいるとかいないとかって聞いたんだけどね、どうな、今日はいないのかもしんないな。超気持ちよさそうあれ。ただ本日はねここからまださらにですね、シーカヤック、うんぎょんうんぎょんやって無人島に行きます。この先にあるガキ島という場所で無人島らしいですね。ではこれで15分20分で行けるみたいなんですけどね。さあ初めてですけど行ってみたいなと思います。ガキ島到着でございます。すごい海が。ほんでね今からねシュノーケリングをしていくんだけども、この中にねすんごいのがいっぱいいるみたいだからね、ちょっと試しに見てみましょう。これザマミの魚の画像、ザマミの魚の写真、このようなものがあります。これいけま、こんなんあります、ありますあります。行ってきます。楽しかったねみんなが。ほんでね今からはねジャキンと、はい、今からですねすごく景色のいいね山があるんです。あってね、ここ目指していきましょう。よし行くぞ。来たよ。ああれ赤島、はい、あれ赤島、横のやつが、そうです、うわ、こっちの透明度もすごいな。すごいんですよ、サンゴ。ほら、あれが棚で、はい、で今ここで潜ってるんだ。さあでもそろそろね戻ろうと思うんだけども、今日ねすっごい暑いわこれ。今日の最高気温は、今日の天の最高気温は33度、最低気温は29度の予想です。ほら暑いわ。もう一日ですね、終わりましたね。いやどうだろう、なんか若干なんか赤くなったような赤くなってないような。もうね
火がね、ほらちょっとね沈みかかってきております。そんで今からね、座間味から、本土の方にね戻ろうとしてるんですけども、結構時間はねかかるんですよ。ほんでね、そん時多分ねタイミングよく来るんじゃねえのかなと。ちょっとね、まず時間調べてみましょう。これ日の入りの時間は19時27分だな。多分ね、あっちに着くかどうかぐらいで日の入りだからね、ちょっとそこをね収めたいなと思います。で行きましょう。はて、無事到着いたしました。ほんで、ね、もう飛行機待ってますよ。予定調べよう。これ今日の予定、フライトが1件あります。岡パス HND 行きの日本航空急行。急ぐぞ。はい、乗せませんか。はい、まあこんな感じでですね、帰ってまいりました。いやね、日帰りでね、なんとかなりましたね。いやもう今日はね、沖縄行って、そっから離島に行って、そっから無人島に行きました。それでしっかりですね帰ってこれたんでございますよ。もう時間がですね、夜の、11時45分ですね。まだね、東京の人であれば帰って寝て、また明日ね仕事行けるかと思います。皆さんもねちょっと即日できるんで、もしよかったらチャレンジしてみてください。では本日はこんなところで、バイバイ。